今回は、信長の野望上杉謙信&上杉四天王ということで、越後の雄の異名を持つ戦国時代の超有名武将上杉謙信と、謙信を支えた有能な部下たち、上杉四天王を紹介していくぜ。おお、戦国最強は誰だ？という議論の中では、必ずと言っていいほど名前が上がるのがこの上杉謙信ね。ああ、謙信が最強と言われる理由は初陣から亡くなるまで約70回も戦場に赴き、明確に敗北したのがたった2回だったからということが言えるぜ。敗北は1回という説もあるのよね。自らを毘沙門天の化身と称し、後の世で軍神越後の雄とまで称された謙信には、やはりそれを支える上杉四天王と呼ばれる有能な家臣たちがいたんだぜ。今回の動画も楽しみだわ。早速行ってみましょう。はい、わかったぜ。まずは、越後の国、北陸地方を支配していた越後長尾氏9代目当主、軍神や越後の雄などの異名を持つ上杉謙信だぜ。戦国武将はいろんな異名を持っていたりするけど、その中でもトップクラスにかっこいい異名よね。私も〇〇の雄とか呼ばれてみたいもんだぜ。謙信は享禄3年、1530年に越後守護大長尾為景の四男として春日山城で生まれたんだ。謙信が6歳の頃、父為景が病気になり家督は兄の春景に譲られ、謙信は臨泉寺というお寺に預けられたんだ。謙信はそこで学問や武道を学ぶことになったんだぜ。この頃の越後では戦が絶えなかったらしいわね。謙信は、父の葬儀にも甲冑を着て出なければならなかったほどらしいぜ。そして謙信が19歳の頃、春影は類稀なる才能を持った謙信に家督を譲り、謙信は長尾家を相続したんだ。越後の国が平和になっても周囲の国の戦は収まることがなく、謀反を起こされたり、周囲の国の武将から頼られたりと、謙信は毎年のように兵を率いて出陣していたんだ。めっちゃ頼られているわね。あの甲斐の虎と呼ばれる武田信玄が信濃の国に侵攻してきた際には、みんな謙信を頼ってきたらしいぜ。戦での能力は他の武将も認めていて、あの魔王とも呼ばれた織田信長でさえ、謙信が生きている間は同盟を結び敵対を避けていたほどなんだ。謙信は戦上手な面がよく語られがちだが、領国運営でもその才能を発揮していたんだ。越後の名産品で作った布製品で他国と交易したり、数々の謙信が赴いた戦は、この交易ルートの確保も目的の一つだったんだ。文武両道とかかっこよすぎるわね。そして謙信を語る上で欠かせないのが、甲斐の虎武田信玄と争った川中島の戦いだ。当時、信濃の国ではほとんど国内の統一はされてなかったんだ。そこへ武田信玄が侵攻してきて、国内の小規模な豪族たちは対抗することができず、謙信に助けを求めてきたんだ。謙信からしてみても両国の統治に忙しかったため、信玄の信濃の国侵攻はほっとけない問題だったんだ。そしてついに越後の雄と甲斐の虎が川中島で激突。その戦いは12年にも及ぶ長い戦いになったんだぜ。12年も戦い続けるなんて、どちらも有能な武将じゃなきゃ成立しないわよね。その通りだぜ。それで、信長の野望で謙信はどんな感じの武将になっているのかしら？上杉謙信の烈風伝での能力値は、政治64、戦闘101、采配105、地防63、そして騎馬返すといった感じだ。さすがに能力値も高いわね。謙信の騎馬返すは恐ろしいわ。さらに謙信と信玄の鬼突は、他の武将に比べて効果が大幅に高いんだぜ。信長の野望でも謙信は大活躍のようね。次に紹介する武将は、謙信を支えた有能な武将で上杉四天王の一人直江景綱だぜ。景綱はどんな武将だったのかしら？景綱はもともと、長尾氏と敵対している飯沼氏に仕えていた武将なんだぜ。その飯沼氏が謙信の父、長尾為景に滅ぼされて為景に仕えるようになったんだ。へぇ、お父さんの世代では敵対していたのね。その後は長尾春景に仕え、長尾景虎、後の上杉謙信に仕えるようになるんだ。三代にわたって仕えてたということね。その通りだぜ。なかなか信用が置ける人物のようね。景綱は第四次川中島の戦いでも武功を挙げている武将なんだが、外交や内政などが得意な武将でもあったんだ。なるほど、戦いもできるけど頭もいいのね。ああ、謙信にぴったりな部下と言えるぜ。そのため、謙信のそばで晩年まで上杉家の武将として仕えていたんだ。謙信にとって景綱は、バンバン敵の首を取ってくるような目だった活躍はなくとも、外交や内政などに優れた才能を発揮していたため貴重な存在だったと考えられているぜ。圧倒的な武勇を誇る家臣も必要だけど、それだけじゃ戦国の乱世は生き抜けないものね。信長の野望烈風伝に登場する直江景綱も有能な武将として登場しているぜ。気になるわ。景綱の能力値は政治78、戦闘48、采配66、知略76、足軽 C、騎馬 C といった感じだ。やはり政治や知略といった能力値が高いわね。特技も能量や外交といった、戦闘面以外の能力値が目立つぜ。景綱らしさが出ていていいと思うわ。
続いて紹介する上杉四天王の一人は、宇佐見定光だぜ。四天王って聞くだけでなんか憧れるわ。わかるぜその気持ち。それで、定光はどんな武将だったのかしら？宇佐見定光は青年こそはっきりしているものの、父親についてや亡くなった時期、死因なども諸説あって多くの謎に包まれている武将なんだぜ。謎に包まれている人ってなんか魅力的に感じてしまうのよね。定光が最初に仕えていたのは越後の国守護の上杉氏なんだ。その後、越後の国から大逃してきた長尾氏に仕えることになる。謙信に仕えたのは天文12年1543年以降と考えられていて、天文19年1550年には戦功があったこともわかっているんだ。なるほど。謙信に仕え始めた時の年齢はすでに50歳を超えていたらしいぜ。謙信にとっては、これほど経験豊富な武将は貴重な存在だったと考えられ、越後遊軍学を編み出し軍師として活躍した武将と言われているんだ。自ら軍学を編み出したなんて軍師としてかなり有能な武将ね。間違いないぜ。そのため、上杉謙信には軍師宇佐見定光、武田信玄には軍師山本勘助といったように、なぞらえる歴史オタクも多いんだ。山本勘助は大河ドラマにもなった有名な武田軍の軍師ね。そいつと同等の有能さを持った軍師ということは、上杉四天王に数えられても不思議じゃないわ。まさにその通りだ。信長の野望烈風伝に登場する宇佐見定光も、有能な軍師として活躍しているんだぜ。定光の能力値が気になるところね。宇佐見定光の能力値は、政治51、戦闘73、采配58、知略84、足軽 B、騎馬 B といった感じだ。さすが軍師って感じの能力値ね。内政特技には建設や東洋、戦闘特技には一つとなかなか隙がない感じの武将だ。信頼できて扱いやすそうな武将ね。続いて紹介する上杉四天王の一人は柿崎影栄だぜ。なんか顔つきがもう強そうな武将ね。影栄は桓武平氏の近江氏の末裔とされていて、その価格は謙信の家臣たちの中でも際立っていたそうだ。さらに戦いにおいては非常に優れた戦術の持ち主で、謙信の家臣の中でも一番の猛将と恐れられていた武将なんだぜ。顔を見ればわかるわ、まさに猛将って顔つきをしているもの。影栄も一番最初に仕えたのは謙信の父であるため影が最初で、その後に長男の春影に仕えた後謙信に仕えているんだ。影栄も三代にわたって仕えていたのね。その通りだぜ。影栄を有名武将にしたのは、謙信と信玄の第四次川中島の戦いだ。合計5回もあった川中島の戦いの中で、この第四次川中島の戦いが最も激戦が繰り広げられた戦いなんだぜ。一番の激戦の中で有名になるなんてすごい武将ね。ああ、この戦いで影栄は、八幡原に本陣を置く信玄に急襲を仕掛け、あと一歩のところまで追い詰めたほどの勇猛な武将なんだ。すげえわねそれは、あの甲斐の虎を追い詰めるなんて。謙信もかなり影栄を頼りにしていたことは間違いないぜ。他にも北条氏との関係では敵対関係を改善し、越相同盟を結んだ功績もある武将だ。もう超有能な武将じゃない。さすがは上杉四天王といったところだぜ。信長の野望でも活躍が期待されるわね。烈風伝に登場する柿崎影栄もその勇猛さは変わっていないんだぜ。気になるわ。影栄の能力値は、政治19、戦闘93、采配64、知略10、騎馬 A といった感じだ。おお、見事な脳筋で戦闘の能力値に振り切っているわね。それに騎馬も A というのは有能だわ。特技にも一つを持っていて、申し分ない有能な武将と言えるぜ。素晴らしいわ影栄。続いて紹介する上杉四天王の一人は甘春影持ちだぜ。影持ちは一体どんな武将だったのかしら？甘春影持ちも青年は明らかにされてなくて、いつから謙信に仕えていたかも定かではない、謎に包まれた武将なんだぜ。一説によれば、新田源氏の末裔とも言われているようなんだ。なるほど。だが、影持ちは戦いにおいて優れた才能を持っていたようで、しんがり軍としての仕事もバッチリこなせる有能な武将だったんだ。いつも思うんだけど、しんがりってかなり重要な役目よね。交代していく部隊の最後尾を担当する役目だからな。基本的に劣勢な状態で敵部隊の追撃を阻止して、交代する部隊の援護をしなきゃならないから、そりゃあ大変なんてもんじゃないと思うぜ。そこでしっかり仕事を果たせちゃうんだから、さすがは上杉四天王の一人ね。影持ちは勇猛さと知略を兼ね備えた優秀な侍大将と、その活躍っぷりを称えられていることがわかる資料も見つかっているんだ。いろいろと謎に包まれながらも活躍した記録はしっかり残っているなんてかっこよすぎるわ。憧れちまうぜ。謙信亡き後は上杉景勝にも仕えていて、関ヶ原の戦いにも西軍として参加していたらしいんだぜ。あの有名な関ヶ原の戦いね。これは信長の野望に登場する影持ちにも、自然と期待が高まるわね。ゲームはほぼ未登場だが、大使からようやく登場だぜ。大使での甘春影持ちの能力値は、戦闘80、武勇86、知略70、
政治58といった感じになっているぜ。さすがに四天王だけあって全体的に使いやすそうなステータスになっているわね。まあそうだな。統率、武勇が高いため主に戦闘で役立ってくれると思うぜ。前に紹介してきた武将たちもすごいけど、全体的に平均以上のステータスになっているものね。ここからは上杉四天王には数えられてはいなかったが、謙信に仕えた有能な武将も紹介していくぜ。四天王に数えられていなくとも、有能な武将はたくさんいるものね。それで、景勝はどんな武将だったのかしら？景勝は感情を表に出すことがほとんどない、かなり無口な武将だったらしいぜ。無口な武将だったのね。景勝の率いる兵たちも無口で、行軍中も無駄口を叩く兵がいなくて、馬の歩く足音だけしかしなかったらしいんだ。無口のレベルが高すぎるわ。景勝は弘治元年1555年に、上田長尾家の当主だった長尾正景の次男として誕生したんだ。母親の戦闘員は謙信の実子なので、景勝は謙信の甥ってことになるな。謙信の甥っ子ね。景勝は次男だったんだが兄の義景が早世してしまったため、景勝が兄の代わりに、上田長尾家を継ぐことになったんだぜ。なるほど。景勝の初陣は謙信の関東出兵だと言われていて、それ以降は上田衆を率いて一中の国の将である椎名康種の取りなしや、謙信旗本の義江助方の軍役を定めるなど、謙信政権下で重要な役割を担っていたんだぜ。謙信が急死してしまった後は、御北条氏から人質として出され謙信が養子として迎え入れた、上杉景虎との相続争いが勃発してしまうんだ。あら、仲が悪かったのかしら？仲が悪かったというよりは、謙信が後継者を決める前に急死してしまったのが一番の原因だぜ。後継者が決まっていなければこの時代ではそうなってしまうわね。結局、景勝が上杉家を継ぐことになり、その後は豊臣秀吉の小田原征伐にも参加しているぜ。朝鮮出兵では秀吉の名代として朝鮮に出征し、朝鮮半島に城を建て日本軍の最前線基地を築き上げたんだ。他にも景勝は功績が認められ、最終的には豊臣五大老と称されるまでに出世したんだ。素晴らしい活躍ね。信長の野望ではどんな武将になっているのかしら？信長の野望列風伝に登場する上杉景勝の能力値は、政治82、戦闘74、采配85、知略66、足軽 B、騎馬 B、鉄砲 C といった感じになっているぜ。全体的に高めな数値になっていて、隙も少なそうね。特技も農業、建設、東洋、一つといった感じで、有能な武将となっているんだ。最後に紹介する武将は直江兼続だぜ。最後に超有名武将が登場ね。兼続は米沢藩、初代藩主となった上杉景勝を支えた、文武兼備の知将と言われた有能な武将だぜ。愛の文字飾りがついた兜はあまりにも有名よね。そうだな、幼い頃より景勝と共に過ごし、二人三脚で政治に取り組んだ兼続は、執政を務め、内政や外交などといった分野でも活躍していた武将だ。兼続は頭の回転がめちゃくちゃ速い武将で、ついつい無意識のうちに他人を侮辱してしまうような言い方や、さらには論破して人を怒らせてしまうこともしばしばあったそうだぜ。なるほど、まさに天才って感じが伝わってくるわ。兼続が執政を務め始めたのはなんと22歳の頃と、かなり若い頃から活躍していたんだ。家中でも別格の扱いを受けていて、旦那様と呼ばれ敬われていたらしいぜ。私も旦那様と呼ばれてみたいわ。上杉家が財政難に陥ると兼続は自分の領地をみんなに分け与えたり、石田三成の意地をかくまって助けたりしたこともあったんだ。なんだか心優しきスーパーヒーローみたいね。そうだな、あと有名なのは家康を怒らせた直江城なんかも有名だな。そうだったわね。それで、兼続は信長の野望ではどんな武将なのかしら？烈風伝に登場した直江兼続の能力値は、政治87、戦闘72、采配83、知略83、足軽 B、騎馬 A、鉄砲 C といった感じになっているぜ。まさに文武両道といった感じの能力値ね。特技も農業、商業、東洋、外交、一つといった感じになっているぜ。すげえ有能な武将ね。ああ、烈風伝でもキレッキレな頭の回転をしているのが直江兼続なんだぜ。今回の解説はこれくらいだぜ。このチャンネルでは信長の野望に関する動画をアップしているわ。また見たい、こんな題材の話も聞きたいなどあったら、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。チャンネル登録も嬉しいけれど、もう一本動画を見てくれるとさらに励みになるわ。ということで今回も、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。